皆さんこんにちは、リストコです。日本に一時帰国していましたが、この度またアメリカへ出国しました。ですので、その時の様子を動画にまとめたものを今回はご紹介していきます。前回アップした日本へ入国の動画をご覧いただいた方々、また参考にしていただけた方々、ありがとうございました。このコロナの状況でアメリカに入国すること自体は日本入国時よりもシンプルでした。なので詳しくご紹介していきます。私が渡航前に行ったことは実は一つだけで、コロナの陰性証明書の発行です。ワクチンは事前にアメリカで接種済みだったので、その時にもらったカードを持参しました。で、またビザを使って入国だったので、エスタの申請もしていませんが、観光目的の方などでビザいらない方は必ずエスタ申請が必要なのでご注意ください。ではコロナの陰性証明書発行について説明していきます。事前に CDC のサイトでどんな条件かなど確認をぜひしてみてください。日本でいうと厚生労働省のホームページのような感覚なんですけど、 CDC とはアメリカ疾病予防管理センターっていう名前の略だそうです。こちらが CDC のホームページです。ワクチンやコロナ陰性証明書のこと以外にも、例えば14日以内にどこどこの国に入った人は今アメリカに入れませんよっていうのが書いてあったりなど、結構重要な情報がたくさん載せられています。で、やはりアメリカの運営のサイトなので英語で載っています。コロナの検査方法も RT-PCR テストであったり、 RT ランプ法であったりですとか、他にもいくつかの方法で証明したものが使えますよと書いてあります。しかし英語なので、パソコンでご覧になっている方は、ホームページの画面上で右クリックすると、日本語へ翻訳しますかっていうのが出るので、そこを選択すると日本語に自動翻訳してくれます。書いてる内容は大体合ってます。コロナの検査をする時の注意点としては、アメリカはすごい大陸がやっぱ大きいので、入国する州に地域によって指定が変わる場合があります。7月時点での情報ですが、例えばハワイに行きたいという方は、事前にオンラインで健康状態であったりとか渡航情報を申請して、 QR コードをまたスマートフォンの画面もしくは印刷して持っていく、日本みたいな感じですね。で、コロナの陰性証明書もアメリカは通常3日以内の証明だったらいいんですが、ハワイの場合は72時間以内に陰性証明を取るっていうところが指定であったりですとか、本当地域によって内容が変わってます。ロサンゼルスも着いた後に何か登録が必要みたいなのが、私が見た時は書いてありました。実際に取得したコロナ陰性証明書がこちらです。私はランプ法という検査方法だったんですが、鼻からの検査でした。採取して、約2時間後ぐらいに結果が出て、で、電話で結果出ましたかというふうに確認して、でもその日中に結果の紙を取りに行きました。検査自体が2万2000円ぐらいして、で、英語翻訳が必要だったんですけど、英語の証明書発行で8000円ぐらいだったので、結果1人3万ぐらいしました。いや、日本に帰るのもアメリカに行くのも本当お金が必要ですね。では、渡航当日の話を今からしていきます。必要書類をもう全て揃えて空港に向かいますけれども、私たちの場合は飛ぶ予定だった国際線が欠航になりまして、で、翌日なんとか飛ぶことができたんですけれども、もう一日遅かったら
もう一回 PCR 検査をしなかといけなかったねってなってました。なので PCR 検査はできればギリギリに受けれる方がいいんだろうなと思っています。空港に着いたら、私たちは国内線の乗り継ぎで羽田に向かったんですけれども、宣約書か宣誓書のような用紙をいただいて、それを記入して国際線の乗り場のゲートで渡してくださいねと教えてもらいました。コロナの陰性証明書をお持ちですかというので用紙を見せたことと、ワクチンの接種済みのカードは持ってますよって言ったら、じゃあ確認しますっていう感じだったので、特に必ず必要っていうほどでもなかったのかなと思います。ですがどこで何を聞かれるかわからないので、持ってらっしゃる方はある方がいいと思います。で、無事に飛行機に乗れました。アナウンスでコロナ陰性証明書の、ランダムチェックがアメリカの空港に着いたらありますよと放送が流れていました。で、紙で見せてもいいし、携帯に写真保存している方はそれでもいいそうです。で、空港に着きました。この空港は入国審査の列が4レーンに分かれてるんですが、私たちは画面向かって左から2番目の US 市民ではない人が行く、初めてエスタを使う人や、あとビザを使って入国する人の列に進んでいきました。列自体は大体30分ぐらい待ったかなっていう体感です。ビザでの入国だったんですが、審査官の方にパスポートを見せると、こんにちはという感じで、フレンドリーな審査官に当たることができました。コロナの陰性証明書はランダムなチェックなので、私たちは何も聞かれませんでした。で、審査官のところを抜けた後は荷物を受け取って、もう出口です。アメリカに入りました。そして家に帰っていきました。1ヶ月以上も水をあげれなかったレモンの木と、あとパッションフルーツじゃなくってドラゴンフルーツの植物が頑張ってくれてました。アメリカ入国後の隔離生活期間なんですけど、ワクチン接種済みの方とそうでない方で、まず、隔離期間、自主隔離期間が異なることと、特に政府から連絡が来たりとかっていうのはないです、私たちの場合はですけど。で、あとコロナの検査を受ける受けないでも、その隔離の期間が短縮されたりなどがあるので、そこはもう本当入国する時のそれぞれの状況によるかなと思います。あと、入国する地域エリアによってもまたその隔離期間っていうのが変わってきたりするので、ぜひホームページなどで細かくチェックしてみてください。以上です。アメリカの入国するエリアによって本当に内容は変わるかと思うんですが、サンフランシスコの場合はこんな感じでした。来月また何か動画を上げようと思いますので、引き続きサポートのほどよろしくお願いいたします。いつも何日に上げるかなどが決まっていなくてすみません。また気長にどうぞよろしくお願いいたします。それではまたねー。